あ、ツインしてます。でももう跳ねちゃってる、もう飛び出ちゃってる、飛び出ちゃって隠れないよって感じですね。今日はここが痒いです。今日ずっとここ痒い。 QT8G さん、星ありがとうございます。LINE 話し会受付中。いやでも噛む感じはしないけど、わかんないです。 KO 優勝しましたね。撮影をしてて、でどこまで見てたんだっけな、なんか気づいたら5点入ってたんだよね。気づいたらね、撮影終わったら5点入ってたの。その前も見てたんだけど、ヘレちゃんキュンキュンありがとうございます。待って見る、3対2のところを見てたんですよ、ドキドキしながら。そうそうだね、3対2のところをまで見てたんです。で4回5回で撮影に一旦入って、始まる前にから撮影してたんだけど、そう途中で始まって2-0の時に見たね、見始めた2-0の時にちょっと遅れちゃった。でそう2回3回見てて、3対2の時に撮影に入って、終わったら5点入ってたって感じでした。はい、リオンさんラブレター、クロノさんお疲れありがとうございます。そっから最後まで見てました。ね、でした。神奈川県代表すごいですよね。神奈川のさ予選からさ、なんかまあちょこちょこというか見てたけど、あ、カラコンしてるように見えてしてないパターンですね。はい、そうです、よくお分かりでそう、れいちゃんゴーゴー。キアラさん初見こんばんは、ありがとうございます。お話し会応募したありがとうございます、楽しみにしてます。そうね、今何落としたんだっけ、そう神奈川県、そう慶応神奈川県で神奈川県大会から見てたんだけど、予選なんていうの、高校野球神奈川県大会から見てて、ずっと応援しててよかったーってなりましたすごいですよね。トライスさん真珠ありがとうございます。ボン吉さんキュンキュンキュンありがとうございます。なんか何事もなんかすごい、なんか全国で戦うってすごいですよね。私よりもキアラよりも年下の方々がすごいなって思います。ボン吉さんキュンキュンキュン、バナナさんドリンクありがとうございます。うん、ハーフツイン、でもちょっともう跳ねてるし倒れてます。すごいです。パイナポーありがとうございます。クロノさん、ありがパイナポーありがとうございます。パイナップル、クロノさんパイナップルありが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 パイナップルルルルルルル、ここです。ありがパイナップルありがとうございます。パイナポークロノさんありがとうございます。感謝ありがとうございます。
そうだよ、ニアジョイ世代の子たち、そうですよ、すごいですよね、可愛いんで、やった、ありがとうございます。跳ねちゃってる、これ触覚かな、ここの子が跳ねてます。おめでとうですね、本当に。なんかその神奈川県大会から見ててたくさん感動をいただきました。それは慶応だけじゃなくて他の学校も一生懸命やってる方々から感動をたくさんいただきました。リスさん、キュンキュンキュン、イトパンさん、ハイビスカス、ありがとうございます。ですね、ありがたいです、本当に本当に。前髪が終わってるけど、ちょっと前髪でもおでこ広すぎんな、ちょっとおでこ広すぎました。あ、いいね、全力プレイに感動。そうなんです、頑張ってる方はみんなかっこいい、本当にそうです。ブラムズさん、かわいい、ありがとうございます。まずさ、なんかこう、まず甲子園に出れることがすごいですし、そこからこう勝ち上がっていけるのもすごいですし、全力で頑張ってるっていうのがいいですよね。ここだけ終わったか、夏が終わったなって感じがする。でも早いですよね、なんかあっという間に。でももう8月終わりますからね、夏終わりますよ、そういった意味では。今日甲子園に行ったかなと思った、行きたいですけど、めちゃくちゃ行きたいですけど、ちょっと撮影でしたね、ちょっとここ最近というか、多分10月の19日まではバタついてるかと思います。旦那娘の寝かしつけに苦戦してる、ファイトファイト、こう何こうやって寝かそうとすると泣いちゃうみたいな感じ。すごいですよね、出れるだけですごいんです。はあ、甲子園終わったら夏休みが終わるイメージってことはさ、高校球児の方々はさ夏休みないってことそういうこと。夏が始まった、いつがした、もう夏が始まりましたねとか言ってたのにね。高校球児地獄の夏休みの宿題タイム、いやそうだよね、今からでもそんなあれか、もう丸一日とかじゃないのか、さすがに甲子園出たら免除とかないのかな今からイコラブの季節、そうだね、いっぱいいろいろ、もういろいろですトレスさん、アンプありがとうございます。夏もイベントがすごい多かったですけど、秋は秋でいっぱいあります。これからスペイデとかイコラブ会とかもありますし、カウントダウン TV ライブもありますし、テレビの方もありますし、感謝祭もありますし、割といっぱいありますよ。10月は埼玉スーパーアリーナですし、やっと仕事終わった、お疲れ様です。今年は残暑ね、ずっと暑いよ、
本当にずっと暑い。でも今日も雨降ってましたね。今日も雨には当たらなかったです。イエーイ。昨日も、昨日も雨降ってましたよね。あれ一昨日だっけ、なんか忘れちゃった。なんか雨降ってましたよね。で今日も途中雨降った。めっちゃなんか大粒の雨が降ってきたんですけど当たりませんでした。メイク中にめっちゃ降ってきましたねみたいな、お天気雨だみたいな感じでしたね。これも詰め込みすぎやで、いっぱい詰め込んでますありがたいことに。あ、そうですね、24時間テレビの方もありますしね。イコラブ会の日ですね。最高か。ナルシューさんキュンキュンありがとうございます。KO 優勝おめでとう、おめでとうございます。神奈川県民としてとても嬉しく思います。ずっと県大会から、まあ現地では見てないけど見たい気持ちではいたけど、すごいですよね。話したいことがいっぱいだよ。そうだよ、映画もありますよ。9月22日公開です、映画 4DX。 よろしくお願いします。予告が出ましたね。あとはそうね、大感謝祭のイコノイジョイ大感謝祭の、チケット受付が始まりました。今日からいろいろあります。秋祭りとかパジャマパーティーとかもありますので、ぜひぜひ。対面はそうですね、9月10月でありますね。もうちょっと涼しくなってもらえたらいいですよ。当たりました、かわいそうに。雨当たるのはきつい。今日は結構大粒。11月まで暑いらしい。暑いってどのぐらい暑い？そう、11月の終わりには暑いだったらいいんですけど、11月までこんぐらいの気温だったら結構しんどいかもしれない。わ、当たってる方結構多いね。コーヒーさんいいね、ありがとうございます。私本当に当たんなくってラッキー、ラッキーすぎる人生。たくみさんキュンキュンありがとうございます。24時間テレビのやつで先着なんかね、ちょっと詳しいのはちょっと分かりませんね。最高。クラゲヘアってどんなヘアだっけ。クラゲヘアってどんなヘアですか。朝早いですね、24時間テレビ絶対早い。午前中のなんか枠でしたよね、9時台だったっけ。ちょっとちゃんと見れてないけど、黒色ちゃん美しかった、ありがとうございます。今日ね、あんちゃんにも言ってもらえた。こちゃん車の免許取ったらどんな車に乗りたい。え、ちっちゃな車がいいです。4人乗りぐらいのまあ大体4人乗りぐらいかの、でもなんか大きいとあのぶつけちゃうからちっちゃいのがいいです。特に分かりません、あんまなんか種類とかは全然分からないです。うん、色は傷が目立たない色がいいです。でもたまに見るなんかピンクとかクリームっぽい黄色とかも結構可愛いなって思う。応募したよってありがとうございます。詳しくはなんかなんとなくこういうのをやるっていうのは聞いたんですけど、聞いたというか決めたというか聞いたというか話し合ったやつの中でこう決まったみたいな感じなんですけど、はい。カラオケ歌うの分かりません。
だからずっとタンバリンかもしれない、ずっとマラカス振ってるかもしれない先生諦めないで、絶対に絶対にダメ、一緒に乗り越えましょう。当たるのはチケットだけで、雨には当たりたくないし、牡蠣とかにも当たりたくないですよね。4時間頑張ってね、ありがとうございます、頑張ります、頑張ります、せーの、頑張ります。9時台と10時台の出演、なるほど。仕事でオールしたことってあります？ああ、仕事でオールというよりかは、まあ、移動中に寝るみたいな感じかな。あの移動中に寝るみたいな感じだったと思う。あのビーセルフィッシュがそうだったかな。韓国で夜まで撮って、そのままなんか何人かは寝る時間があったんですけど、何人かは寝れないまま韓国を飛び立ちました。だから飛行機で寝ました。はい、軽自動車、あんまなんかその何が軽自動車とかあんまよく分かってないんですけど、はい、事故るの全然、事故るのが怖いから、大きいとなんか事故るの怖いからちょっとちっちゃいのがいいなって感じですね。チョコちゃんのおかげで夏まとめ振り分かって無事踊ってみた投稿を10人にできました。おお、すごい、ありがとうございます。ここプリン整数かな、ちょっとなんかそのなんか名前は全然わかんないですね。はい、日産さくらかわいい、あ、え、去年、あ、去年置かれてたやつって書いてあった。書いてあったわ、去年さくらだった気がする、なんかさくらがみたいな言った話した気がする、さくらになってるみたいな。クラゲヘアは少し高い位置でツインテールしてお団子するんだけど、毛先の方は巻きつけずに残すやつ。なるほど、お団子でこうピョインってやつ。分かったような気がする。牡蠣に当たったらめっちゃ辛いで、牡蠣に当たったんですよ、今年の1月に。つらけんけんぱさん、ハイビスカス、ひでちゃんゴーゴー、ありがとうございます。黄色ナンバーが軽自動車、なんかよくわかんないですね。何がどう違うみたいなのはちょっとわかりません。さあちゃん、真珠ありがとうございます。黄色ナンバー、いや黄色ナンバーなのはそうなんだけど、その中身が何が違うとかなんかよくわかんないですね。まあ自分が撮ったらわかりそうな気がする。ゆるちゃん、真珠ありがとうございます。ギャルメイク、ギャルメイクできるかな私。今日はね、メイクさんのメイクなんです。どうですか、誰も
いつもとメイク違うって言われないけど、いつもの自分っぽいのかな。性限定って応募の時点で弾かれるのかな。ファンクラブのその性別登録とかだったら弾かれそうだけどね。まあ当たったとて言ったら、あ、ちょっと女性限定なんでって言われちゃいそうな気するけど。トラシさん可愛い、ありがとうございます。アイラインが若干違う、確かに自分の方が長いですよね。トモロさん可愛い、ひでちゃん可愛い、ありがとうございます。いつものに似てるのかな。ひこちゃんの黄色と赤の浴衣めちゃ可愛かった。インスタ投稿が横並びになってて嬉しい。横並びです。今日どうしようかなーって思ってる。もむちゃん初めましてもまだなのに10月の申し込みしちゃうか悩んでる。事故っても許してくれ。事故らないですね、あの電波が悪くない限りは。初めましてしましょう、10月に。では、初めましてまだっていうか、オンラインで初めましての方が結構多いですよ。はい、待ってます。天才じいちゃん真珠ありがとうございます。メイクさんのメイクもしょこちゃんっぽい。いつものしょこに寄せてくださってる感はあるのかもしれないですね。じいじいちゃん真珠、キセノゴンさん花束、ゆうちゃん真珠ありがとうございます。車は事故らせるけどって、なんか事故ったみたいじゃないですか免許すら持ってないのに。初めましては9月に、ああなるほどね。まだ9月行ってないけど10月も撮っていいかなってこと。もちろんいいですよ、もちろん。そんなダメなことないです、全然。いっぱい撮っちゃってください、もう12月まで撮っちゃってください、ぜひお待ちしております。ひこちゃん元気ですか。元気です。公開タイミング的に映画見た翌日が対面なのか。そっか、友達が泣いちゃうか、なんかいるって昨日映画で見た人いるってなる映画ってやばいですよね、しかも全国でってすごいですよね。前髪かき上げ絶対に、私おでこ広いんですよね。だから、まあ、髪型とかにもよるかもしれない。でもおでこ出しが好評で嬉しいです。そうです、9月9日がラスト受付なのでみたいなので、それはファンの方のツイートで知ったんですけどあの教えてください、今後もぜひよかったら。あのラスト受付っぽいので、よかったら応募してみてください。デビュー日が9月の6日なんですけど、お話し会、オンラインお話し会は9月9日にあるので、3日後にあのお祝いしてもらえたら嬉しいです。デビューおめでとうってお願いします。縁日の YouTube 見ました、さっき。映画見に飛行機乗るか迷う。あら、いつまでなんですかね。なんかイベントとかあったらいいですけどね。ちょうどなんかこっち巻いたのになんか終わってるわ。太一さんハイビスカスありがとうございます。9月行ける分申し込んだ、ありがとうございます。きっとイベントもたくさんあるし、そのスペーベだったりテレビとかもあるので、9月4日がカウントダウン TV だったりするので、あのその感想とかも聞きたい。
たらいいなって思うので、ぜひ9月9日最終受付なので、できるだけ撮ってもらえたら嬉しいです。お米さん、ビギナー、しょこちゃんこんばんは。最近イコラブにハマってしょこちゃん好きになりました。ありがとうございます。末永く応援してもらえたら嬉しいです。ビギナー、ありがとうございます。秋祭りの浴衣はスタッフさんが用意するやつだと思ってます。わかりません。あんまりなんかそういうのはわかんないです。あまりわからの日。からな日。でも浴衣だったら、浴衣はさすがに着れないから。みんな全員自分でぐちゃぐちゃになっちゃったりするからね。どこに詳細書いてあんのこれ。あった、本当だ。パジャマ姿でメンバーがゲームやダンスでパーリーナイト、パーリーナイトって言いながら15時開演。ミリエのファッションチェックにメイク講座、さらには恋バナも。室橋さなの長年の夢だったソロコンサートついに開催。浴衣姿のメンバーが神社の秋祭りでファンの皆さんと一緒に大はしゃぎ。私服のメンバーがカラオケします。90分歌いまくりです。それだけです。私服なんだ。今見た、ちゃんと。ひでちゃん、音符ありがとうございます。映画基本なんか1ヶ月ぐらいですよね、映画って。短くても2週間やってる意味、まあそうだよ。普通の1ヶ月っていうのは、その普通になんか有名な、 なんていうの実写とかそういうことか。ゆめさんかわいい、ありがとう。そうですね、監督の方は韓国の方でした。ひでちゃん、音符ありがとうございます。だからインタビューの時も韓国語で質問されて、通訳の方が言ってくださって答えるみたいな感じでしたね。インタビューっていうの、あの映像のやつは。秋祭り君に恋した。背中応援します。ありがとうございます。お話し会も申し込んでみます。ぜひぜひお待ちしております。ありがとうございます。コラブの映画のしょこちゃん激かわだった、嬉しい、ありがとうございます。ななさん、これ裏返っちゃった。わからの日。コラブの秋曲といえば、秋風の中走る、ん、風の中歩く。走ってしまった。それだけです。小学生よりパジャマになる時間帯早いぞ、おもろい。八幡さん、アロハ、ありがとうございます。タンバリンしてるだけです。それだけです。わかんないわかんない。誰かと歌ったりするかもしれないですね。私服どうしよう、考えなきゃ。お、初 4DX。 私も1回しか 4DX 見たことない気がする。普通の映画でも1ヶ月はギリやるみたい。あ、じゃあ1ヶ月、え、だったらさ、埼玉スーパーアリーナの時に見れそうじゃないですか、埼玉で。ビーセルの時から映画の話動いてたのかな。とビーセルの期間はなんだっけ。でもそんな前じゃない気がする。わかんない。裏では動いてたかもしれないですけど。平畑さん、ハイビスカス、ありがとうございます。間違えちゃった。
間違えて走っちゃった。君はどう思ってるの、プラトニックそれじゃダメ、おとぎ話じゃないから、バイバイ。 ODX だとポップコーン食べる、え、食べれるんじゃないですか。上映期間2週間しかなかった、あ、2週間、まあそこの映画館にもよるか。昨日誕生日だった、おめでとうございます、チョコチップさん、ハッピーバースデー、おめでたきわき、おめでたきわき、素敵な一年にしましょうね。おむちゃん真珠ありがとうございます。チョコちゃんの私服なんでも可愛い、本当に。じゃあ適当に目つぶって選ぼうかな。たくみさん可愛い、ありがとうございます。上映期間は何時までですか、メンバーでもわからない、え、わかんない、決まってるのかもしれないですけど知らない、え、私が聞いてないだけ。まあ確かにみんながさ、いっぱいの方が行ってくださったら期間が伸びるとか結構ありますよね、映画で期間伸びたから見れるみたいな、あれもそうでしたよね、あの WBC のやつもそうだったよね、伸びましたよね、期間1週間とかだっけ、忘れちゃったけど。 4DX はなんかここにスピーカーがあった気がする、ちょっと忘れちゃったな、どんなだったっけな。で、なんか画面もこういう感じだった気がする、こうでか、こういう感じだった気がする。だからもう本当にライブに来てるみたいな感じになるんじゃないかな、ちょっとわかんないですね。 4DX でポップコーン食べたらこぼしたことある、じゃあダメだ、食べれないかもしれないね。サブリミナルのさっきまでと違うもののじゃ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 、映画絶対見ます、見てください、しょこちゃんいっぱい探してください。リンカさんありがとうございます、ビギナーありがとうございます、キツナゴンさん欲しい、ありがとうございます。え、 4DX メガネかけた気がするんだけど、私だけメガネかけた気がするんですけど、映画見るとき普段見たくしょこちゃんだけ目で追うのか全体見れるのかどっちになるのか楽しみ、じゃあどっちも見ましょう、そういう目で全体を見ようと思って全体見て、しょこだけ見ようと思ってしょこだけ見てください。さっきまで熱あったのに配信見て熱下がった、ラッキー。しょこちゃんまたショールームさんでアイスもらえるらしいですよ、やった、何、いつ、何が、何で、どんな。4DX は動き、水、風、フラッシュ、香りらしいです。ちょっと汗の匂いとかしたらごめんなさい。映画館でペンライト振りたいけどさすがにダメか、ダメそう、わかんないけどダメそうな気がしません？だって携帯とかいじっちゃダメだから、うちわとかじゃないですか、ここで。ひこちゃん本編は見ました、昨日の夜見ました、ほぼほぼあのほぼ本編な、なんていうの、ほぼ完成に、変わるのかもしれないし完成なのかもしれないし、ちょっと分かりませんか。ポイントのイベント、メロンとかアイスもらえる、
もし無料のギフトがあるのであればぜひ投げてもらえたら嬉しいですね。知らないバニラ香ってくるかもしれない。そうだから、知らないバニラが香った時って歌が来てバニラの匂いがするかもしれないですよ。ツッカーさん、真珠ありがとうございます。応援上映とかあるんですか。最近しょこちゃんしょこちゃんって感じになってる。瞳に似てきましたね。ありがとうございます。見たけど、その多分完成版ではない、なんか多分こういう感じですみたいな感じだと分かんない、なんか何見たのか分かんないけど、はい、ほぼ完成みたいな感じを見ました。カイトさん、星ありがとうございます。今日お母さん誕生日だった、おめでとうございました。あかりさんのお母様、イコラブの映画見るときみんなイコラブのファンかと思うと思ったらそわそわしちゃいそう。ライブ会場と一緒ですね。ライブ会場もみんなイコラブのファンの方だと思うので、そういう気持ちでいきましょう。ボン吉さん、キュンキュンキュン、ひでちゃんありがとうございます。あの子の映像流れたら、あ、いや、そうかもしれないですよ。水飛んでくるかもしれない。カメを流れたらラーメンの香りするかもしれないね。ヘブンさん、キュンキュンキュン、地元の映画館で見れば周りみんな地元のイコラブオタクなのか、まあそうじゃないですか。ちょっと遠くから来たよみたいな、自分の県にはなくて遠くから来たよって方もしかしているかもしれないですけど、そういうことになりますね。仲良くなりましょう。じゃあさくらの咲く音がしたならさくらの香りするかもしれないですね。トリガーのシャッターの音とかフラッシュあるんでしたっけ。あるんだったらあるかもしれないですね。全然わかんない、どういう感じのどういう仕様なのかちょっと全然わかんないですけど。おー、イコラブ初ライブが武道館だったから自分的に嬉しい。何回も見てください、ぜひ。お、しょこちゃんのプロデュース T シャツ買っちゃったよって、嬉しい、ありがとうございます。しょこちゃんオタクの第一歩、嬉しい、ありがとうございます。ゲットしてくれて、もう届いたのかな、ありがとうございます。タオルも目立ちますし、靴下も男性のサイズだったらあるので、でも男性のサイズって言っても25から28とかだった気がするけど、よかったらまだ持ってないよーって方ゲットしてみてください。 T シャツも LXL ありますので、ぜひぜひ。トリガーで泣く自信しかない、いいじゃないですか、泣きましょう。明日中間テスト頑張ってください。今から勉強する。頑張ってくださいね。何の教科ですか。ファイト。
頑張れ。眩しい眩しい。でもなんか声透き通ってていいよね。ヘブンさんラブレター、ありがとうございます。縁日の YouTube 自分チラッと映ってたけど、ショコラン T シャツって目立つ、目立ちますよ。ショコラン T シャツも目立つし、ショコランタオルも目立ちます。バリバリ目立ちます。はい、ヘグさん本当にありがとうございますね。歌い出しなんかマイカのその頭サビを聞いてから、自分が一回そこのパートを歌ってみたんですよ、家で一人で。そしたらなんか悲しくなった、透き通ってなさすぎて透き通ってんだよマイカが、なんか透き通りすぎてて、なんかなんでそんな声が出ないんだろうってなる私が2,3 回やったけど透き通んなかったわ。いいな、硬質って大事だよね。ショコランティーで悪さできないで、悪さしないでください、ショコランティーじゃなくても。あ、そうですよ、武道館の映像を見ながら、この3日後にショコはマラソン大会、あのフルマラソンだったんだって思いながら見てくださいね。足細いから足細いというか、なんか締まってる締まってました。ヘブンさん、ハイミスカース、ありがとうございます。君と二人であの日やったこと、すごいよね。なんであんなさ透き通るんですかね、声が。いいなぁ、なんか私って誰のモノマネをしてもこの声なんですよ。だからなんか多分マイカみたいな声を出そうと思って出せる人もいると思うんですよ、モノマネが上手かったり。サラツンとかも結構いろんな人のモノマネが上手かったり声が上手かったりするからすごいんですよでもなんか誰の真似もできなくていいよね。縁日で食べ物何買ってたの？いろいろ焼き鳥とか、あとなんだっけな、焼き鳥しか覚えてないわタンがあったの覚えてます。落ち着く、ありがとうございます。アンナは2日後に花だより取りに行ったのかともなる、翌日にサナスは舞台だったのかとか思ってください。夜だいぶやばい、いやそうなんだよね、割とだいぶやばいです。まあ基本ありがたいことに。喉仏の動かし方そうなのかな、この声じゃない声も出るかな透き通った声、歌声がいいよね この声が好きって、ありがとうございます。でもなんかラジオとかナレーションとかすごい声を褒めていただけるので、あの皆さんがね褒めていただけるので嬉しいですね。日のターンめちゃくちゃ塩だった、熱中症予防になるわと思いながら食べてた。大事大事、塩分大事だよ。幸せなのにそうこれでいいのに、やばい釣られそうになったよ今これでいいのに
いいのにがね、高くてね、毎回緊張しちゃう。緊張すればするほど出なくなっていっちゃうんですよね。割とだいぶやばいって、めっちゃ唾出ちゃった。割とだいぶやばいって結構追い詰められてる。割とだいぶやばいけど、まあなんか、なんだろう、毎日違うから楽しいですよ。ありがたいですもんね。忙しいっていいなって感じですね。いやそうだね、夏8月のそのイベントっていうか、そのライブっていうか、その演出があるライブが結構しんどかったというか、あの脳みそを働かせました。トモロさん、いいね、ありがとうございます。ヘブンさん、真珠ありがとうございます。ラジオ一番出てるのしょこちゃんだと思う。いやそれはないね。イコラフはあのよりとマイカとあんちゃんが基本的にはいたりするので。私この前のイコラフが久々だった気がします。でもなんかほぼ毎シングルトレセン FM 横浜に呼んでいただけるのはありがたいですね。花ちゃんとかも結構埼玉のラジオとか出てる気がする。意外とね、いろんなの出てるんですよ。ぼちゃんの声、あ、いいアクセントになってる。本当にありがとうございます。優しいね、優しいです。この衣装でもらったアイス溶けまくってて、洋服にこぼしまくった、美味しかったけど。なんかさ、誰だっけな、その1日目に縁日に行ったメンバーがかき氷を持ってきたんだけど、もうなんかジュースになってた。来た時にはジュースになってたよ。それ何って聞いちゃったもん。確かにレギュラーならミリア、確かに結構みんなも出てるんですよ。ハーフツインしてます。でもなんか倒れてるし、もう巻きはもうガン落ち、めっちゃ巻いてた、めっちゃグリングリンに巻いてたのに、あのもうガン落ちです。今週のイコラフも面白かった、ありがとうございます。ヒヤランキング、イコラフを聞きながら帰ってきた気がします。あね、のいみちゃんとレセン、カニちゃんとももきゃん、うん、暑かったですよね。関東にしか売ってないの。つぶつぶですか？違うか。平和面だったね。まあ誰がトリオになっても平和面なんだが。この以上の時、風船配られた時めっちゃ割れててバンバン音鳴ってた。でも爪あれさ、こうやってさ持ってなきゃいけないからさ、爪がもう刺さってて怖かった。グリングリンに巻いてた自撮りはありますか？自撮りはないかな。どれが漏れてるかな。あ、ちょっとブス、ちょっとなんかみたいな顔してる、やだ。ちょっとキモいけど、これぐらいだったらいいか。グリングリン、グリングリン、こんなのがこんなになっちゃうんです、残念ながら。はい、そんな感じですね。肌ツルツル、最近ね、いいんですよ、調子がいいんです。
あんちゃんが歌い出し間違えたの気づかなかった。嘘、みんな気づきました？こーん、私はあんちゃんの隣で、あんちゃんがこうやってやったから、やばい間違えたってなりました。自分が当てた。ショコちゃんがいると平和度上がる。ありがとうございます。なんかみんな平和だけど、今日もね、今日もメンバーとご飯に行ったんです。あは、今日は6人。あはは、は嬉しいね。昨日も、昨日誘われたし、あ、一昨日だっけ行ったの。一昨日でしたっけ。だし、今日も、今日決まりました。ヘブンさん欲しい、ありがとうございます。行ける人、はーいって感じで6人。あ、自分で膨らましたんですか皆さん。治安がいい、そうなんです、可愛いです、ありがとうございます。リンカさん初見、こんばんは。コーヒーさん可愛い、ありがとうございます。グリングリンでしょ。あ、こうって聞こえた？ゆうちゃん、かわいい。ありがとうございます。脳の N まで行きました。ってなってた。あくみさん、かわいい。ありがとうございます。グリングリンにしてメイドコスプレしてほしい。送ったらお話し会とかできてくれる。なんか、めっちゃミニとかじゃなければ。なんかめっちゃあのめっちゃミニとかじゃなければ。はい、あとはキャラものとかだとちょっと難しいかもしれないけど、まあはい。ゆうちゃんだるま、ありがとうございます。ありがとうございます。おととい、おとといね、おととい、おとといだ。あ、風船自分だったんだ、大変ですね、それは大変だ。もうふってなりそう。ゆうちゃんゴーゴー、ありがとうございます。途中から自分で膨らまして間に合わなかったのかな。修作さんキュンキュン、ありがとうございます。このまま絶好調で溶けるようなキスしよう。え、皆さん、あのイコールラブのアプリって開けますか。私だけなんかあの X が引用リツイートが見れなかったじゃないですか、今日ずっと引用ポストか。だから開けるんですか。私さ、ずっとこうなっちゃうんですけど、ずっと真っ白なんですけど、どうしたらいいと思いますか。悲しい。イコールラブのサイト開いたら、アプリ開いたらこれで見れないんですけど。え、だからこのアプリがもちあの今なんかメンテナンス中とかなのかなって思ったら、え、アプリをこう消しました、もう一回つけます、真っ白です。あ、電源自体を落としてみる。やってみよう、やってみよう。やってみます。再起動オフ。なんかこれ再起動っていうのないですよね。アップデしてる、え、わかりません。アップデしてないと思う、重すぎてしてないと思います。再起動、今消しました。消したからつけました。今日ファンクラブ入ってしょこちゃん推しメン登録しました。ありがとうございます。今日から1日目2日目ってなりますね。何ヶ月何年ってなりますので、よろしくお願いします。リンカさん、ありがとうございます。過去のブログとかもよかったらあさって見てみてください。よし、
開いたぞ。開きました。イコールダム。なんか惑わされた、惑わせられた。あ、開いた。あ、開いた。モーメント真っ白だ。あ、遅い。やった。ありがとうございました。よかった。あぶな。もうね、携帯の容量がやばいです。もう昨日もね、写真をねめっちゃ消してた。やばい、もうやばい。もうやばいです。今ね、 iPhone のストレージがね128から126になりました。127.いくつだったんですよ。が、全然言えなかった。やばいです。どんどん写真増えてくからやばい。今日の写真とかも撮ってる場合ではない。やばいです。もうやばい。どうしたらいいんですかね。なんか iCloud はあるんですけど、 iCloud に写真を写すと今度 iCloud がパンパンになってしまうんですよね。そこのところどうしたらいいんですかね。どうしたらいいんですか。いや、 iCloud 次 2TB になってしまう。それはちょっと嫌かもしれない。だから次新しい携帯を買ったら、もうこの中の写真は一旦入れない。っていうそう、15でもさ、15にしようと思ってる。でも Google 見れるんですよ。 Google も見れるんだけど、もうすでにね、 iCloud は課金税なのよね。このさ、このアプリはさ本体にしか入れれないんですかね。このアプリを iCloud に入れることはできないんですか。あ、もう写真をどうするかって。もうでも写真はあっち行ったらあっちはパンパンになっちゃうし、こっちに行ったらこっちがパンパンになっちゃうし、できないのか。 iOS ってやつはどうですか。 iOS ってやつ、 iCloud 写真有効にしたらさ、全部 iCloud に行って iCloud がパンパンになりますもんね。もう無理じゃんね。とりあえず最近消去した項目、アルバムを消去にした、はい、なんで消したのにさ 126.1 になるわけ。もう困っちゃう。え、 iCloud 写真を有効にするだったらダメだよね。これが40だから、 iCloud は何、いくつある。iCloud 200あるよ。え、どういうこと。わかんない。 iCloud 200あるんだが、この写真が どうしたらいいわけ。ゴミ箱から消してます。ゴミ箱から毎回消してます。今度は自分のビデオを再検討ってなってるけど、あのもうビデオも限界まで消したんだよね。
iCloud 写真有効にするってやったらどうなるの？どうなるかがわからないからよくわかんない。でも iCloud はあと100ぐらいは空いてるんですよ。消しても消しても消せって言われる。 LINE もなんかいらないトークとかは消してるんですよ、あの公式さんとか。困るね、困っちゃうね。このさ、有効にしたらどうなるんだろう。キャッシュ、あの履歴とかですよね。ちょっとわかんないわ。iPhone は空き容量残りわずかですって言われてる。 iCloud 写真を使用、やっぱ iCloud 写真にしたらいいんですか？どうしたらいいんですか？ポールさん欲しい、ありがとうございます。今日何時までやるの？もう11時になる。やっぱインスタやってないから11時に終わろうと思ってたんですけど。消せそうな動画も消しました、とっくの塔に。1年前ぐらいに消してます。じゃあもう限界ってことですね。ライブの定点動画とかはないですもん。バイバイ。もう頑張って消します、過去の写真を。はい、ランキング読みます。ランキングタイム。諦め。13位、ジニーさん。12位、ひろしさん。11位、あおちゃん。10位、りょうくん。9位、アンドロメダ焼きさん。8位、糸番さん。7位、ヒッキーさん。6位、船右衛門さん。5位、セイタさん。4位、ヘイブンさん。3位、ひでちゃん。2位、人生じいちゃん。1位、クロノさんです。ありがとうございます。クロノさん、ありがとう、パイナップル。ありがとうございます。2列目、キャンさん、P21 さん、リースさん、コーヒーさん、カイトさん、FJ さん、ケンケンパさん、バンダナさん、トラッシュさん、ボンキチさん、ウンソムさん、フィズニャンさん、ブチヨさん、クイズさん、メリダさん、ムギさん、ニッシーさん、ルルル旦那さん、ハラディさん、コトラちゃん、オーツさん、ターくん、です。ありがとうございます。たくさんの星投げギフト、コメントありがとうございました。いっぱいコメント読めたと思います。皆さんぜひオンラインお話し会受付中です。9月9日は最終受付になります。9月6日がデビュー日なので、私たちのデビューの日、デビュー日なので、よかったらお祝いしに来てもらえたら嬉しいです。あとは9月4日にはカウントダウン TV に出演させていただいたりするので、その感想とかも聞けたらいいなーなんて思っております。ぜひ申し込んでいただけたら嬉しいです。会いましょう、たくさんお話ししましょうね。ということで、ハーフツインテールでした。ありがとうございました。おやすみなさい。感謝。おやすみなさい。